さあ北陸朝日放送ではゴールデンウィークの過ごし方について視聴者の皆さんに伺いました。いただいたメッセージご紹介していきましょう。川北町の南米母ちゃんさん、もちろん日本の伝統文化田植えです。今まで半世紀生きてきてこれ一筋ですといただきました。おかげで美味しいご飯がいただけます。ありがとうございます。続いて白山市のミサパパさん、家にいます、はい、シンプルですね。そうですね、まあ、いろいろ考えるとこれが一番いいのかなと、うん、うちの中で何をしていくかということもね、うん、新しく開拓したいですよね、はい、そして金沢市のあっちゃんさん、はい、私は60代の高齢者です。連休中のお天気は雨が多いようなので、はい、人の動きも抑えられるかと、感染者数が少なくなることを願っています、はい、今家で今ハマっている塗り絵をして過ごす予定ですといただきました。いろんな塗り絵があって面白いんですよ ね、 そうですね、集中しているとあっという間にね、確かに時間過ぎますもんね、はいはい、そして最後は加賀市の朝日ちゃんさんです。飲食店経営者です。ゴールデンウィークは仕事ですがお客様が来てくださるか不安でいっぱいですといただきました。対策をしっかりして楽しんでいただきたいですね。ゴールデンウィークはどう過ごす、メッセージは HAB アプリのニュースに一言のコーナーまでお願いします、はい。